朗報、札幌ドームの引き取り手が現る。このドームをサモアに持って帰りたい。現役時代に久保田などに在籍したセイララマツアヘッドコーチは、札幌ドームは素晴らしい施設、明日プレーをするのが楽しみ、可能であればこのドームをサモアに持って帰りたい。エアコンをつけてくださってありがとうございます。ブレイブブロッサムズ日本代表に対してベストゲームをしたいと意気込んだ。持って帰るともれなく札幌市の天下り社員と法外な利用料を取られるのでやめた方が良いですくさ。テイクアウトしてもらおうや。サンキューさんも高いで手荷物扱いでか。札幌ドームは大赤字を解消するためにも首都圏に集中してるラグビー誘致に力を入れるといいかもしれんな。もちろん365日試合してくれるよね。これって天然芝でやるの？それとも緑の絨毯？写真は人工芝っぽいけど練習だからやろか本番はどっちなんやろな。天然芝やな。人工芝でやったら全員行くやろ。夏の甲子園は札幌ドームでやればよくね。甲子園やと熱中症でそうやし。あのテカテカ銀色なら真夏の直射日光を反射してくれてええかもしれんな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。